こんにちは、ミルキーの庭です。今庭レポート、今日は4月21日です。3日前はあられが降るような寒い天気だったのですが、綺麗に開花して良かったです。チューリップの品種はサンネまたはサネという名前です。以前寄せ植えで使ってとても良かったので、今回は百球花壇に植えてみました。ノースポールがまだ咲き切っていないので白が足りない感じがしますね。こちらは前回紹介したライラックミシェルブッチャーです。ライラックはとても香りが良いですよね。小さな苗で購入してこの場所で大きく育ちました。佐藤園芸さんのパンジードラキュラはここに来てもりもり育っています。カーポート前のツインコンテナ、チューリップハッピーフィートはそろそろ終わりです。花壇のネモフィラは育ちすぎてビオラを隠してしまうくらいです。ちょっと剪定しようかなと思います。アジュガチョコレートチップも咲き始めました。木工バラが咲いてくるといよいよバラの季節が始まったなと感じます。木工バラは毎年しっかり誘引をして自分の思うところへ枝を持っていきます。アーチも青々してきました。少し隙間があるのが気になります。原種チューリップのペパーミントスティック、
朝夕の閉じた姿も可愛いです。寄せ植えのハボタンはすっかり伸びきってしまいました。チューリップグレートバリアリーフ、購入するときはラベンダー色だったのですが、今はとっても赤い感じです。植えっぱなしのチューリップは消えたらまた次何かを植えるということをやってます。ガーデンライトは久しぶりに元のあった位置に設置しました。原種チューリップのリトルビューティー、こちらはフロックスピロサの中に埋もれています。以前鉢植えで育てていたセントーレやアメジストスノー、今度は地植えにしてみました。蒸し暑いのが苦手な子だから消えてしまうかもしれません。セリンセプライドオブジブラルタル、毎年こぼれ種で出てくるのですが、爆発的に増えることはありません。クレマチスダッチェスオブアルバニー、今年はたくさんのつるが出ています。一気咲きの群生、ここでバラゾウムシを2匹発見しました。ティアレラスプリングシンフォニー、いつ見ても可愛いお花です。ベンチアーチに2本誘引しているスパニッシュビューティー、雪の被害もほとんどなく順調に育っています。あれ、つぼみに黒い部分がある。念のためカットしました。今の季節はカエデの花散る里の白い葉っぱがとても綺麗です。フロックスムーディーブルー、とっても丈夫なキャットミント、もう何年も植えっぱなしのマリエッタ、夕方の庭ですがアーチ越しに立山連峰剣岳が見えています。よろしかったらブログもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。